今夜は神通りで味わいの時。さて、この通りにスペイン料理のうまい店があるそうですが、パエリアももともとあれはスペインの、はい、スペインのバレンシアが発祥なんです。へえ。最初から洋食を、あ、いえいえ、寿司屋を10年、お寿司屋さん、はい、一番最初に入った洋食屋さんがスペイン料理屋さんだったっていう。日本の食材とスペインがそんなに食材が変わらないっていう。確かに魚介類っていうの多いよね。はい、というのでよろしくお願いします。乾杯。本日のお通しになります、ローストポークのおろし梅肉ソースで漬けガツオの燻製になります。ガツオの、もともとはスペインにマグロの燻製っていうのがある。わー、おいしい。ありがとうございます。これ豚すごい美味しいね。県産の豚ロースを使ってるんですけど、もうゆっくり低温で火をずっと入れ続けるんで、今年の美味しいお店ってのは絶対に間違いないって僕の。ありがとうございます。スペイン伝統のもつ煮込みタジョス、牛の胃袋、蜂の巣がトロトロに煮込んであるようですね。わー、柔らかい。細くでも味は深いですよね。これは少女と合いますね。さあさあ、来ました、バレンシアミックスパエリア、魚介類たっぷり。うまい。ありがとうございます。なんだろうなこれ。味の決め手はパエリアを炊くスープだそうですが、メインが1個あって、それにプラス、まあ、乾物系が入って、もう1個あの海産物が。パイかな。あ、惜しいです。いつもはタイなんですよ、うん、でも今日は違うんですよ。今回はハマチです。ハマチ、はい、おお。あとはトビウオの削り節を使って、メインは昆布です。日本の。なるほど。はい、もう出汁の取り方で。絶品のお通しからカジョス、そしてパエリアと、どれも一手間二手間かかった見事な料理です。ちょっと寄らせてください、ね、ぜひ、ね、これからもよろしく。ありがとうございます。はい、いや、驚きのスペイン料理、うまいっす。